どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目の見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、今日の1分動画はですね、反キリストの2回目です。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日のテーマは反キリスト2です。反キリストは復興ローマ帝国、つまりヨーロッパから出てきます。彼は EU のリーダーとして頭角を現してきたとき、 EU の3人のリーダー政敵を打ち倒します。聖書では打ち倒すとあるので、戦争で勝つというような生優しいことではないでしょう。場合によっては3人の政敵を殺してしまうのかもしれません。ともあれ、力を持って政敵に打ち勝つのです。その結果、彼はヨーロッパを支配することになります。しかも彼に象徴的な出来事が起こります。黙示録13章3節4節にあるように、暗殺かテロに遭い、もうダメかというところまで行くと思われます。世界の人々が死ぬのではと思ったにもかかわらず、彼は奇跡的な形で回復します。復活ではありませんが、サタンはあたかも復活したかのように見せるのです。それを世界中の人々が見て驚き、反キリストはさらなる圧倒的な人気と圧倒的な力を持つようになります。彼は礼拝の対象になるほどの圧倒的な力を持つようになります。また反キリストは汚れた口で大口を叩きます。彼は聖女に自分の座を設けるだけではなく、神と敬虚されたクリスチャンを罵ります。このように寒暖時代に神に逆らって猛威を振るう反キリストですが、最後はキリストの地上再臨の時にキリスト軍の前に完全に敗北し、偽キリストと共にゲヘナに投げ込まれることになります。神の圧倒的な勝利が表されるのです。それではまた。はい、ありがとうございます。反キリストはヨーロッパから出てくるリーダーでですね、非常の力を持って、中東和平を、締結した後、非常に人気を持って治めると思いますが、後の3年半ですね、寒難時代の7年の最後の3年半の大寒難時代に、思いを振るんですけれども、その時基本的にクリスチャンはもういない、軽挙されているか残ったクリスチャンで本当に悔い改めて主に従った人も殉教してますから、その時はいないんですけれども、一番最後にですね、再臨された、血を再臨されたキリストとその軍によって滅ぼされて、偽キリストとともにゲヘナに投げ込まれていくということですね。はい、もう一本、もう二本見てもらいたいんですけど、もう一本、それは聖書ってこんなに面白い、今毎週見てもらっていますけれども、5月に神様が神の言葉を広めなさいと言ってるのでね、ぜひ皆さんもご覧になって、友人中に広めてほしいと思います。今はクリスチャン向けなんですけども、6月からは一般向けのも書きたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。2020年5月24日日曜日。本当に偉い人は、誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。マルコの福音書9章35節。イエスは弟子たちに、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す。しかし、殺されて3日の後に人の子はよみがえる、と十字架と復活のことを話されました。ところが弟子たちは、みちみち誰が一番偉いかと論じ合っていました。そこで家に入ると、イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われました。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。弟子たちは、神の子であるイエスが、神に捨てられ、最も低くされる十字架を語った直後に、自分たちの中で、誰が一番偉いかを論じ合っていたのです。でもこれは弟子たちだけの話ではありません。
私たちも神の愛を知り、イエス・キリストを信じて救われていても、人と比べ競争する世の中の生き方からなかなか抜け出せないでいることがしばしばあります。イエスは弟子たちに言われました。人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものになりなさい。人よりも先に行くのではなく、しんがりとなり仕える。まさにイエス・キリストが生きられた歩みです。愛する者の生き方ですね。私たちも主イエスに祈り、聖霊様に助けていただいて、イエス・キリストに従い、この世の価値観から解放されて、人に仕え、しんがりとなって歩いていきましょう。天に宝を積みながら、永遠の価値の中を神の愛に満たされて歩いていきましょう。あなたにも私にもきっとできます。イエス・キリストが愛してくださっているからです。はい、ありがとうございました。ぜひ、神様に仕えて人々に仕えてきていってほしいというふうに思います。それじゃあ、今日はもう一本見てほしいんですね。白馬英道祭で、2位になった三本松さんの奥様の、ことの膠原病で、日本で初めて、病気になった人なんそうですけれども、そのが癒された証ですけれども、白馬英道祭で今年は白馬も足りなかったんで、まあ、インターネットでみんなで見てやることだったんですけど、2位になった、総合で2位に入った作品ですね。それじゃあお願いします。1968年3月、福島市に女の子が誕生した。名前は晴美。3人兄弟の真ん中生まれ、2歳上のお姉ちゃんが柔肌で色白だった赤ちゃんの時に比べ、晴美は筋肉質でがっしりと男の子のように重く、色黒で成長が極めて早い健康優良児だった。とにかく走ることが大好き。幼稚園は福島カトリック幼稚園。幼稚園生の時の将来の夢は陸上のオリンピック選手になることだった。何不自由なく暮らしていた健康な普通の幼稚園生。ところが年長さんになった当時5歳だった彼女の体に突然異変が起きた。走れない、歩くのも疲れる、階段が登れない、微熱が下がらない、顔中にマントヒヒのような赤い発疹が出始めた。福島県立医大では全くもって診断がつかず、原因不明、次第に歩行困難になり寝たきりの生活を送るようになった。7歳の時、東京都の東大病院に転院。東京で入院生活を送った。東大病院では病名を診断するために親の同意書の上、モルモットのように検体検査をかけられ、体の至るところから筋肉を3センチほど取るオペは数知れず、ことごとく検体にかけられた。その結果出た診断は膠原病。真の病名は多発性筋炎、皮膚筋炎及び多発性関節症、狂気症、自己免疫疾患だが原因不明と診断。体のすべての筋力は衰え続け、食事の時箸は持てども、自分で口まで持っていく力さえ失った。さらに当時の彼女にとっては食べ物を噛む力、飲み込む力、瞬きをすることさえできないほど筋力は無力となり、まるでアスリートが猛烈な筋力トレーニングをした後のような疲れを感じるほどに壮絶なことだった。当時 の、 本当にこの書類があるんですけれども、これとか全部東大病院の物流内科の診察券であったり、それから本当に入院のものとか、まあ、こういうふうに今当時の証明が残っているんですけれども、この東大病院の皮膚科なんですね、膠原病っていうのは。それで顔面や手
背中全体的に、この症状真っ赤になるっていうマントヒヒのような症状が現れ、筋肉痛と毛筋力低下、筋電図も異常あり、それから原因不明の疾患ですってはっきり書かれてますね。本当に治ることのない病気に、突然かかったなんてことの証明ですね。ある日入院中ジュースが飲みたくなって、母親が車椅子に自分を抱きかかえて乗せ自販機に行く。しかし母親の買ってくれた缶ジュースも重くて落としてしまう。小学2年にして缶ジュースの蓋はもちろん開けられない。ジュースが飲みたくても重くて口まで持っていけないため、母親に飲ませてもらうしかなかった。病名が診断された後服用した薬は大量のステロイド剤。医師が親に言った。この病気はこの薬を飲んでも治りません。しかしこの薬を服用することで、はるみちゃんの病気の進行を止めることができます。ただし、大変なことが一つあります。7歳児にこの薬をこれだけの量を服用することは、副作用で骨の成長はここで止まります。彼女の手足は長さは伸びたとしても、一生5歳児の細さで止まるという後遺症が残ることに同意していただけますか。母親はぐっと涙をこらえ、心を鬼にして、この子のこれ以上の病気の進行が止まるならと同意書にサインした。子供でこの病気にかかったのは彼女が日本で初めての例であったがゆえ、モルモットとしての実験が続いた。実に新しい珍しいケースがゆえ、東大の医学生たちの前で大講義室の講壇に寝かせられ、医学教授が彼女を実物として医学生たちに関節の硬直、骨の細さ、筋肉の硬さなどの説明や触診を医学生も含めて行っていく日々。入院生活を送っても決して治ることのない病気、病名と投薬が分かった今、これ以上のモルモットはごめんだと両親は強行手段で彼女を退院させ福島の自宅に帰った。退院時渡されたのは紹介状と大量の薬とリハビリの手引き書、そしてリハビリのための医療用粘土だった。リハビリの粘土は、はるみにとって全くつまらなかった。そんなある日、母親がひらめいた。この子には大好きなピアノがある。それでも結構でございます。こういうこともできないんですよって言われても、それでも結構でございます。音楽が大好きだ。歌うのも大好きだっていう子供に育ってくれたもんですから、それが合致したと。あれが膠原病の走りって言って急に出た文化病って言われたなと思ってる、医大の教授に。ああこれ俺らも経験はないんだって。このだからそこに紙を見出したんじゃないでしょうか、ね、筋肉も衰えてるんだし骨も衰えてるんだしっていう、いつ5本の指がこことここが伸ばせればいいんだけどねってピアノの先生に言われたけども、そのためのリハビリですから急がないでも結構でございますと。もう頭の中にこの子が来たらばリハビリだと、何々の曲が弾けたとかそれは思わないでください、それでは私は結構なんですから。これは普通どなたがお使いになっていたんですか。私です。ああそうですか、はい、もうだいぶお使いになったんでしょう、ね、これ見てわかりますよ、この音で、カタカタ、あヘリが出まして、はい、あそうですか。でも年金が入ってるっていうことで帰って、いかにも使われたピアノって感じがします。あもう本当に使いました。いいですね。1日8時間弾けるの、そんなに弾いたんですか。大好き。もう大変だったね、アルミさんもその頃も、そうアルミさんもやっとの頃でね、お父さんがね
はるみさんを抱っこして、うん、私が桜井くんという同級生とね、うん、はるみさんのランドセルを持って、うん、でみーちゃんにはさ小学校5年生でしょ、うん、で私がトイレできないじゃん。そういつも下に降りてたね。いや私はだから姉とさみーちゃんとかっくんがいなかったら、うん、全然あの小学校6年間全然遅れなかったわけだ。水泳もやったことない、運動会も出たことない、遠足も行ったことない、小学生で終わっちゃったよね。中学と高校時代は合唱部に入部し6年間部長を務めた。目標は NHK 合唱コンクールに出場すること。しかし全国大会で敗退。その夢はことごとく破れた。追い打ちをかけるように17歳で膠原病の再発、夢は全てにおいて破れていった。いつ寝たきりになってもおかしくない。絶えず爆弾を抱えているような体で孤独と恐れの中たどり着いたのが教会。教会に行ってから彼女の人生は180度変わった。教会で三本松さんと出会ったことをきっかけに、その日からバックでピアノを奏楽するようになった。これまで彼女にとってリハビリの道具でしかなかったピアノが、教会では奏楽者として神を称える道具に変えられていった。彼女が22歳、三本松さんが26歳の時にゴスペルバンドを組み、その後2人は6年間の交際を経て結婚。その期間にゴスペルシードというバンドを結成。また膠原病が完全に治った。この膠原病の皮膚炎という病気は、出産っていうものが再発の大きな引き金になってしまうんですね。で上の子を産んだ時に4つの病院で断られ恐れられちゃって、それで2人目の出産は高齢出産で41で出産しましたから、ハイリスク外来に回されました。で確実にこの再発、その危険がありましたので、膠原病外来での検査がすごい続いたんですね。しかしこのデータが全部数値が正常値で、ある時医者に言われたんです。あなたの場合完全に治ってますと。その膠原病が治ってると、皮膚筋炎が全く再発してる様子がない、検査もやめましょう、そして追うべきじゃない十字架を追う必要はありませんって、クリスチャンでもない、そしてキリスト教の先生でもない普通のドクターに言われたんですね。だから全くもって今このピアノが弾けるってのは私にとって奇跡です。それしかない。その後も多くの試練を通った。息子の脳性麻痺の診断と癒し、甲状腺がん、娘の起立性調節障害とうつ病、人工股関節のオペ、10日の入院予定は2ヶ月半に延びた。5歳で止まった彼女の足はボルトを軽く打ちつけただけで大腿骨が亀裂骨折した。普通の人工股関節の入院より6倍ものハプニングとリハビリの時間を要したが、現在仕事に復帰し、ゴスペルの音楽活動、主婦、2児の母親として、彼女の人生はさらに苦難から体験した生かされる喜びと輝きを増して生きている。彼女の後遺症は手足の骨の細さだけではなく、右半身が特に病に侵されたがゆえ右目の視力をほぼ失った。そして右足が特に細い。あの立派なヘレン・ケラーが本になった時に感動して読んだ時があったけど、じゃあハルミさんはハルン・ケラーだ、親子の間ではハルン・ケラーと呼ぼう。あの子がピアノなんか弾けるはずがないじゃないですか。さまざまなハンデの中でも毎日彼女の人生はピアノの音色とともにあり、ピアノを奏でない日はない。はい、ありがとうございました。非常に感動するね、動画です。ぜひ、まあ、いろんな傷んでる方とか、問題、ね、そういうの抱えてる方にはね、紹介していただければというふうに思います。はい、はい、それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思いますが、今日はルカの福音書の24章の50節から、さっき見ましたようにイエス・キリストが最後に
大宣教命令も終わって最後に天に帰る時のところから見ていきたいと思います。もう一度見しますね。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れていかれた。彼らは非常な喜びを抱いているエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。今日はここからお話をしたいと思いますが、一つ目はですね、イエス様はこの時一番最後なんですが、この前に大宣教命令されています。まあ、ルカの福音書でいうとその手前の44節あたりからですけれどもね、あの弟子たちに向かってあのお話をして、そして45節になって、聖書させるためにこう十字架と復活の話をします。46節から次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死ぬからよみがえり、十字架と復活ですね。その名によって罪の許しをさせる悔い改めが宣教です。エルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる、まあ、これがルカ版の大宣教命令ですね。であなた方はこれらのことの証人です。それをするのはあなた方ですよ、あなた方はその証人として宣教師として召されているんですよって言った後に、さあ私はあなた、私のうちに約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高いところから力を受けされるまでは都にとどまってなさい。つまり聖霊を受けるから、聖霊をいただいたら力を受けてこの語りができるから、それまでは都にエルサレムにいなさいねっていう、まあ、これですね、大宣教命令が、まあ、ルカ版の大宣教命令です。でその後に言った後に宣教命令を与えた後にどうしたかというと、これはルカが書いてるんですけども、この今日のところですね、ベタニアにまで行って最後に何をされたか、イエス様は弟子たちに手を挙げて祝福されたんです。祝福されたんです。そして祝福しながら天に帰って書いてある、彼らが書いて、つまりイエス様が最後にしたことは祝福することだった。しかも祝福しながら天に帰っていったんです。でイエス・キリストは私たちを祝福したいと思ってらっしゃる。祝福することがイエス様の願いなんですね。で皆さんももし自分で治療最後だったらですね、まあ、語ることとやることがあると思うんですけども、大宣教命を語られた後イエス様は最後に祝福をして帰っていかれたんですけども、皆さんも一番最後に一番願うこととか大事なことをすると思うんですよね。それ誰かに対してね、あの皆さんの大切な人が、ね、皆さんの方が亡くなるときというかね、最後のときになんか一番大事なことを伝えたいと思うでしょ、したいと思うでしょ。でこの時イエス様は一番最後にしたことは祝福することだったんです。でイエス様は私たちを祝福したいと願っておられ、祝福されるんですね。と信じていらっしゃいますかね。ある程度の祝福じゃないですよ。本当に祝福したいと思ってるんですね。そこそこの祝福じゃないですよ。とてつもなく祝福したいと思ってらっしゃるんですね。キリストは最後に会えたことは。でも私たちは多くの場合、まあそれなりの祝福、そこそこの祝福と思うんですね。そうじゃありません。イエス様は私たち一人一人を本当にもうそう、なんていうかな、受けるにふさわしくないほどに祝福したい。で、なんで我々は祝福したいのかというと、イエス様はなぜ祝福してくださるのかというと、では我々は受けるのかというと、我々がこれだけ祈ったからとか何かをしたからとか、これだけ捧げたからってことじゃなくて、十字架があるから祝福されるんですね。イエス様が十字架があるから私たちはこの祝福を受けることができる。だから大胆にこの祝福を求めていいし、受けていいんですね。鍵はない方は信じればいいのです。信じれば神様はその祝福を与えてくださるんですね。それをね、できててほしいんですね。で、イエス・キリストが最後にやられたことは祝福することだった。で私たちはもっと神様が私を祝福したいんだということを知ってほしいんですね。でだってね、これね、本当にね、あ、神様私を祝福したいんだって分かったらね、この後接写してますけど、喜びが湧いてくるんですよね。あ、そうってこうなるのはね、そんな程度の祝福しか期待してないからです。本当に神が与える祝福っていうのは、我々にはできない不可能をやってくださる祝福なんですね。今月号の雲虹のですね、6月号にですね、前田さんが、ダビデ前田さんが感謝の賛美っていう関東メッセージを書いておられます。読まれた方もいると思いますけども、その中にいくつかの証があるんですけども、一つですね、長女のサラちゃんの証が書いてあるんですね。この証はまだ聞いたことがなかった証なんですけども、ね、長女のサラちゃんは今プロのサックスの奏者としてますけども、中学の時に高校進学するかどうか迷った後にプロのサックスの道に高校に行かないで行ったんですね。まあ、そのとなんですけども、その時のことが書いてあって、彼女がまだサックスを始めたばかりの中学生の頃、憧れていた楽器があったと。それは世界で一番有名なサックスのメーカー
セルマーのリファレンスという楽器でした。さっぱりわからないんですけど、私は楽器で一番有名なのは、そのサックス有名なのはセルマーという会社だそうです。そのリファレンスという楽器がすごくいい楽器なんですって。あの、ね、ちょっとすいません、私はさっぱりわかりませんけどもね。でその楽器は当時でも50万円、今だったら70万円すると近くする高価なもので、中学生だった彼女にとても手が届くものではなかった。まあ、そりゃそうですね。それでも彼女は熱心に、ね、神様に祈ってた。そして近所の楽器屋さんに行っては、その楽器をじーっと眺めてね、その楽器をじーっと眺めてね、で、物欲しそうにずっと見ていたら、誰かが買ってくれるかもしれないと淡い期待を抱いてたわけです ね。ところが、残念ながら足長おじさんのような方は現れることはありませんでしたと。中学の時は答えられなかったんですね。ところが彼女がその後プロになって、今ですね、どうなったかというと、ところがそれから時は流れて、驚くような話が舞い込んできました。なんとセルマーのメーカーの方が、今プロになった彼女にね、彼女とエンドースメント契約って、これは何かってアーティストと、だからね、サックス奏者であるサラちゃんとメーカーの間で交わす広告等に関する契約、まあ、よく分かりますか、一郎が例えばね、スポーツ用品メーカーと契約をして、スポーツ用品を提供してもらうね、無料でね、彼の一番好みにあったように、ね、でその代わりその一郎がそのメーカーの広告をするってことですね。でしてくださるというのです。そして彼女はかつての憧れの楽器を、しかもたくさんあるセリマーのリファレンスをいっぱいある中から吹き比べて、音も見た目も一番好みの楽器を無償で提供していくことになったということですね。すごいと思いませんか。中学の時に憧れていたものを、それじゃなくて、そのいっぱいあるリファレンスをっていう、そのいっぱいある中からあれこれ吹いて、一番自分の気に入る音の、一番見た目の自分がいいやつを選んで、だから最高のものでしょ、本人にとった。で、これが神です。ある方は、いや、私は祈ったけど時間かかってんだって人ね、時間かかった時の神の祝福は大きいのです。もちろんすぐ答えることはできになりますけど、待ってる方はね、否定的にならないように、あの人は答えた、この人は答えた、私はまだ、私はどうせ神様なんか忘れてるっていうのは、100% サタンです。悪魔です。待たされる時は長ければ長いほど、その祝福は大きいのです。でこの時サラちゃんが受けたのは、ただ願ったものを受けたんじゃなくて、無料で無償で、しかも、一番良い楽器、彼女の一番いいと思う音の一番見た目のいい一番いいものを選べたわけですよね。でこれね、特別だと思わないでください。神様は最後に弟子たちを祝福しながら、祝福しながら天に帰っていったように、祝福したくてたまらないのです、あなたを、私を。私もあなたも、イエス様は祝福したくてたまらないのです、主の方は。どうせ信じればいいのです。いや、それは、サラちゃん一生懸命頑張ってやったから、もちろんやったでしょう、好きだったから。でも、中心はそこじゃないんですね。彼女は信じて祈ったんですね。で、受けるにふさわしいから受けるのかって、そうじゃありません。私もあなたも申し訳ないですけど、受けるにふさわしくありません。もうちょっとはっきり言ったら、全く受けるに値しません。ある方は怒るかもしれませんけど、神が与えようとする祝福を受けるには、あなたも私も全然ふさわしくありません。で、なぜ受けれるのか。十字架があるからです。この十字架があるから、私たちは神から祝福を受けることができる。だからね、この十字架があるから、もっと大胆に願っていいし、求めていいし、期待していいんです。そして信じるんですね、これね。で、この一番最後にイエス様が天に上がるときにしたのは、一つ目は祝福することだったということね。これをね、どうぞ覚えてほしいんですね。主は祝福することが願いだったわけですね。これは一つ目ね。で、二つ目ね、何かというとですね、その祝福された弟子たちはどうしたかというと、非常の喜びを抱いてって書いてありますね。これ52節ね。非常の喜びを抱いて、ね、イエスを拝者から礼拝してた時に、そうやって祝福されたから、ものすごい喜びを抱いて、祝福されたら喜ぶと思うんですね。まあ、例えば、このサラちゃんはすごく嬉しかったでしょうし、まあ、書いてありますね。長女は神様が十数年越しに祈りに応えてくださったと、満面の笑みを浮かべて明かしてくれたって書いてある。それは嬉しいでしょうね。ね、でそしてその楽器を初めて用いた礼拝のね、回収賛美では、もういつもに増して主の深い臨在が表すがれ、私心から神様に感謝したのでしたと書いてますけどね。でこれ何かって、2つ目ね、喜びにあふれて書いてあるんで
喜びを抱いて、もう非常の喜びを抱いて、だからで皆さん非常の喜びを持ってるでしょうか。神の祝福を得たらすごい喜びが来るんですね。でいや今はそれどころじゃない、大変だってね、まあ、コロナもあるし、確かに試練や困難ありますけども、試練や困難っていうのはそれを通して神の祝福を受けるためです。人の努力と頑張りの結果の実はあるでしょうけども、そういうレベルではない、まさに神様だと言わざるを得ない、そういう祝福をその試練や困難を通して神様は表してくださる。エコひいきなく信じるものに、求めるものに、期待するものに、願い続けるものに、すごい大事なところですよね。努力して頑張るということはどうでもいいとは言いません。神はね、さらに努力するのがいいことでしょう。でも中心はそこじゃない、信じるんですね。神様がそれをしてくださるってね。でその時に彼らはものすごい喜びを抱いてエルサレムに帰って、何したかったら、いつも宮にいて神を褒めたたいていたって、神を賛美したの。今日の二つ目は、彼らは神を賛美したんですね。で神様は本当に心から賛美したんですね、その祝福を受けた後にね。で二つ目のポイントはね、こう私たちはじゃあどう落とせばかというと、神を賛美するって。でペンテコステの前ってのは弟子たちは集まって祈ってたっていうことをね、よく言われるんで、その通りです。使徒行伝見たら集まって祈っているところに聖霊は臨んだ。でも同時に彼らは神様が祝福するとおっしゃったので、その祝福を信じて宮に来て何をしたかって、一つは祈ってたんですけど、もう一つは神を賛美してたんですね。で賛美するとき何が来るかというとね、臨在が来て力が与えられてくるんです。喜びが増し加わってくるんですね、本当に心から賛美すると。でその中で彼らは弱かった彼らが祈り続けることができたんです。一つはもう追い込まれたから必死に祈ったんだと思いますが、それだけじゃなくて賛美してたので祈る力が与えられて、彼らは祈り続けたんですね。でその中で聖霊を注がれてどうなったと言ったら、ペテロはですね、イエス様を裏切ったペテロがですね、人々を恐れたペテロが大胆にメッセージで3000人の人が救われてですね、一瞬にしてね。で全く大きな逆転が起こったわけですね。で2つ目の今日のポイントはね、宮にいて神を褒めたたいていた、神様を賛美して礼拝するときに神が働いてくださるってことなんですね。でそれは自分だけじゃなくて周りの前で応援できる。ペテロがあの時受けた結果、前の人々が救われたわけですね。ですね、開拓して間もない頃ですね、私が東京にいた頃にですね、今福岡で牧師をしている佐田紀子牧師がいるんですけども、彼女がですね、まだノンクリスチャンだった。彼女のおばさんが東京にいました。で私は日曜日の午後ですね、聖書の学びをしてたんですね。でそしたらそのテープを取ってですね、おばさんがその紀子さんにそのテープを送った。紀子さんはミッションスクール、ね、ずっと行ってたから、大学は違ったと思いますけども、ミッションスクール行ってて、ミッションスクール行くとつまずいたんですね。でクリスチャン嫌いだったんです、教会もね。それで、大手の商事会社に、大手の結構有名な商事会社に勤めてたんですけども、かなり厳しかった、ね、職場とかいろんなことがあってね。で中高生の間お母さんの言葉を使えば、まるで死んだように、死人が歩いているようなかのように、こうもう本当に暗く学校に立つ。学校の人の前で絶対そういうことじゃない、もうね、もうチャキチャキしてるんですけど、学校に行く人の姿はまるで死人のような格好だったと言ってましたよね。そういう感じだったんですね。ところがですね、そのテープを聞いて送ってきたから、おばさん好きだから聞こうと思って、もう寝ながらね、ギリで聞いてたら、その私の当時の若かった時の私の声が好きな歌手の声に似てたんですって。いや本当にね、それでっと思って聞きになって聞いたんですって。何でも神様使ってくれますね。それで聞いて心を開いて、その後イエス様を信じたんですよね。で私が7歳に来たので、彼女は当時かっこよかったですよ。バイク乗って7班だったかな、450だったか忘れたけど、大型のバイクに乗ってね、福岡からね、バイクで長崎教会来たんですね。一番最初の街道にね、かっこよかったですけどね、さっそうとられましたけど、ね、そして来たんですね。そして来て、で洗礼を受けて、本当に良かったんです。喜びにあふれちゃった。ところが当時は社会人だったんですけども、職場がかなり厳しい状況だった、ね、それで彼女はどうしたかというとね、賛美する、当時ジャック・ヘイフォードっていうのがいてですね、今でも言いますけど、ジャック・ヘイフォードが神様を賛美するときに臨在が現れたことを言ってね、もう救われて嬉しかったから、そうだ神様を褒めたたえようと思って、人が来ない、人より早く行って、1時間ぐらい早く行ったのかな。それで着替えの更衣室と自分の働く事務室ね、誰も来ない前に行って、そこでね賛美したんですね。
ただ歌うだけじゃなくてね、神様素晴らしいって神様を褒めたたえることをもう何て言いましょうかね、毎日やったんです。ちょっと時間かけてね、歌うだけじゃなくて、歌を歌うのと神を褒めたたえる賛美を徹底してやったの。その小一と事務所と両方で毎日毎日やったん。そしたらね、その事務所っていうか、その職場の雰囲気が変わったんですって。彼女は、まあ、彼女も変わったんですよね。そして先輩が一人いて、その先輩が彼女にですね、さださんですね、のりこさんの、さださんでしょうかね、さださんはどうしてそんなにいつもにこやかなのかなんか言われたんですって。でびっくりしたんですって。自分は職場嫌だと思ったからね、昔。と思って、いや、そうですかって言ってね、今度日曜日に一緒に食事でもしないって言われたら、あ、すいません、日曜日はちょっと行くとこがあるんです。どこに行くのって言われたら、教会です。私も連れてってって言われたから、いや、長崎まで行ってるんですって言ったらね、ね、あ、そうってね、私も行くって言ってね、今でも覚えてますよ。カモメに乗って、その商事会社は結構忙しかったの。せっかくの休みなのに、朝早くからカモメに乗ってお金かけて、時間かけて礼拝に来られました。その先輩。そしてエス様も信じました。洗礼を受けなかったけどね、エス様も信じました。はっきり。あれから職場でいつも一緒に、ね、神様の話をするようになったって。で、変わったんですよね。まさに世の第一線の商事会社の職場ですよ。結構大手の有名な、わかります？いやね、賛美するときにね、神が注がれるんです。それはね、自分だけじゃないんです。周りの人まで変えていくんです。弟子たちは主が祝福しなさるって言われたから、その祝福を受け取って喜んで神を褒めたたいたときに、ペンテコステがやってきた後ね、これは来週話しますけど、全く続けられて、ペテロは呪いをかけて誓ったと書いてあるから、ただ知らないって言ったんじゃなくて、イエス様が死にませんって言ったんじゃなくて、呪いをかけてたから、単に知らないって言ったんじゃないですよね。ちょっと言えないですね、なんかね、呪いかけたなんかね、言えない、言うとちょっと困る。私が子供の頃ね、こういうことがあったんですね。相手と喧嘩したらね、最後に伏せ台詞、アホバカチンドンや、お前の母さんデベソってなったんですね。九州ではありましたかありました、九州でもありましたでですね、最後の捨て台詞ですね、アホバカチンドンやお前の母さんデベソ、今若い子は知らないかな昔あったんですけども、可愛いもんです。そんなのはそんなレベルじゃない、呪いだから。ちょっと本当にちょっとこうイエスキリストの御名を使って、ちょっと言えないようなことを言ったんでしょうね。呪いかけてしかった、怖かったから、怖さのあまり。しかもその後ペテロはね、イエス様と目が合ってるわけですから、もう本当にペテロは、まあはっきり言いますけど、ふさわしくないですよ。そのペテロでも祝福するって約束されて、40日の後最後にね、で彼はそれを受け取って喜んで神を褒めたたえてたので、祈る力が与えられて、ペンテコステの後説教したんです。大胆に、怖くて仕方がなかった、大事に向かって、で3000人使えてるんですよ。今ならインターネットがあるからね、3000人ぐらい行くでしょうけど、そうじゃない、当時何もなかった時に目の前に実際3000人使えたんですよ。恐れていたユダヤ人たちが、ありえないことです、これ。で、ね、特別だと思わないでください。サラちゃんは特別、その時のりこさんは特別、そう思った瞬間サタンの罠にはまります。神にエコひいきなんか本当にないんです。ジョージ・ミラーが、これは私が特別じゃなくて誰でもだって言われて、秋元牧師を受け取って、それを受け止めて、それをした行った時、言葉に従って体験したように、私たちも神の言葉を受け取って、本当にイエス様はあなたを祝福したいのです。祝福っていうのは、体の祝福、心の祝福、人生の祝福、仕事の祝福、人間関係の祝福、あらゆる祝福です。制限なんてありません、範囲もありません。神様は祝福したいのです。だって子供がいますけど、子供はね、祝福してあげたいと思いますね。自分のできる範囲しかあるけどね、できる範囲がなかったら神様に祈ります。自分のことを一生懸命になったりしますね、祝福されるようにってね。当然ですよね、親も傷ついてるから、親のが傷ついていて、いろんなことがあったらそうなれないこともありますね。だからうちの親はそうでなかったって人はね、それはお父さんお母さんも気づいてたからですね。でも普通はそうですね。それ何かっていうと、私は罪人でもそうなんですね。で、父なる神様、イエス様はあなたを本当に祝福したくてたまらないんですね。祝福してくださる方なのです。で、その土台と根拠は十字架なんです。私たちがこれだけ祈ったとか、私がこれだけ捧げたとか、私がこれだけのことをしたってことは大事じゃない。それは全部素晴らしいことですよ。全部素晴らしいことだけど、だからじゃなくて、十字架があるから祝福されるのです。これはね、とてつもない恵みです。
それが本当に分かったのか、受け取って、それを受け取ったら祝福されるんだって。今だからすごい困難があって問題があっても、それを通して神様が祝福してくださるんだって、その祝福を表してくださいって、その祝福を私も見せてくださいって、もうみんなが驚く、ちょっと言葉があれだけど、みんなが妬んでしまうぐらい祝福してくださいって、そういう祝福ですよね。そういう祝福を与えてください。私クリスチャンってね、本来妬まれる存在だと思うんですよ。だって受けるに値しない祝福を受けちゃうんでしょ。イエス様の十字架ってのも妬みですけど、まあ別の意味ですけども、妬まれるほどに祝福されてますか。妬まれるほどに、その祝福を分け渡ればいいんですけど、どんどんだから、で本当にそれ賛美したら、今度は他の人にまで祝福を呼んでいく。のりこさんの場合はね、先輩がイエス様を信じて救われちゃいました。サラちゃんの場合はね、礼拝でみんながすごい祝福を受けましたし、私これ読んで嬉しかった、すごく。幼い頃知ってるから、もう本当にすごいなと思いますよね。ね、お父さんも嬉しかったでしょうね。そのサックスを弾きながら一緒に、ね、こう賛美するわけですよね、礼拝の旅ごとに。嬉しいでしょうね、やっぱりこれは ね, ね, でね、あの神様はそういう方なのです。あなたにも私にもそうやって祝福してさん。で、私はあの60歳になって思ってるんですよね。本当にどうしようもない罪人、パウロ6世紀がありますけど、どうしようもない罪人だなってね。そこそこの罪人と思ってたけど、そうじゃない、どうしようもない罪人って言ってましたけど、すごくうまい表現だと思います、ね、あのどうしようもない罪人だなって、とても受けるにふさわしくないなって。でも私あのとても受けるにふさわしくないなってね、なんかすごく最近思うんです、本当に。でも信じてるんです、祝福されるって。どうしてかって、十字架があるからです。で、あなたも祝福されるんです。どうしてかって、十字架があるからです。あなたはこの十字架を信じて、もちろん罪を悔い与えましょう。でもそして全てを感謝していくときに、もう溢れるほど祝福が現れてきます、ね、これをどうぞ覚えてください。で、その祝福を受けて神様に感謝をし、賛美の声を上げてほしいですね、まあ、この場合宮に来てたから、一人でもね、今21世紀だから、それぞれの場所で、ね、一緒に離れていても一つの教会になって賛美できますけど、本当に神様を賛美するときに力が来る。その恵みは自分で止まらずに人にまで及んでいくんですね。これが教会です。で、それをね、ぜひあの覚えてほしいと思います。あのその祝福をね、期待して信じて神様を褒めたたえてください。その時にあなたが願った以上の祝福がやってきます。サラちゃんはね、おそらくね、なんだっけ、リファレンスだったっけ、すいません間違ってたらリファレンスだったっけ、ね、楽器でね、どの楽器でもリファレンスだったら、もうそのね、それでもいいと思って、ちょっとすいませんよくわからないからね、いいと思ったと思うんですよ。もうどれであってもね、もうそれだけでもただだったら最高ですよね。もう本当にもうそれでもういいと思った。ところがいっぱいの中から一番自分の気に入ったのを全部吹いて選べて、しかも見た目も一番いいのを選べてって、こういうことをしてくださるんですよね、神様はね。のりこさんは職場の雰囲気が変わって、自分が働きやすくなったらそれだけでいいと思ってたら、先輩から声かけられて自分から取ったんじゃないですよ。で、長崎まで行ってたら長崎まで来ちゃって救われて、その後神様の話をするようになっちゃったんですよ。そこまで考えてなかったと思うんですよ。あなたが願う以上のことを神はしてくださいます。あなたが求めること以上のことを神はすることがおできになる方です。もっと神様に期待してしましょう。だから賛美しましょう。そういう方だから、ね、どんなことをしてくださるんだろうって思ったら嬉しくなるでしょ、ワクワクするでしょ。だから神様を褒めたたえましょう。そしてその祝福を自分が受け、自分でとどまらずに人にまでその祝福が流れていく。私これからそれがね、長い間日本の教会を待たされたんです、ね、今リバイバル始まったと言われてるけど、現実にこれからバーッと見る形で起こってるけど、その時私たちがその祝福を受けて溢れて流れていくと思う。それがこれから始まっていきます。だからね、皆さんね、主に期待していただきたいというふうに思います。そしてその証をね、人々にね、分かち合っていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたは生きておられる神様です。本当にありがとうございます。弟子たちを、あの逃げていった、そして裏切ったと言ってもいい弟子たちを、あなたは愛されて40日間復活されたと現れて、大宣教命令を与えられたと天に帰られるときに、あなたは祝福しながら天に帰ってかれました。祝福してくださる神様、あなたは祝福してくださる神様です。そして弟子たちは本当に喜んであなたを褒めたたえていました。その時あのペンテコステが来て、弟子たちは全く変えられて教会を生み出されたことを覚えます。私たちも一人一人今違う問題をそれぞれ直面していると思います。ある方は経済、ある方は体や心が病、ある方は人間関係、ある方はいろんな意味で虚しさ、痛みを覚えているかもしれません。
もう神様、あなたは全てをご存知です。あなたは祝福者さる神様です。そのマイナスが大きければ大きいほど、あなたの祝福は大きく計り知れないことを覚えます。どうぞそのあなたに期待して感謝をして、喜んで賛美し礼拝することができるように、そしてあなたの用意されているその祝福をあふれるほどに見ていくことができるように、どうぞ導いてください。一人までそれが及んでいって、たくさんの人が癒され救われてきますように、また救われてきますように、共にその奇跡に預かっていくことができますように導いてください。イエス様、ありがとうございます。本当に感謝いたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まずくやってもしましょう。じゃあ言われました、何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。そしたらその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、今一人一人の心の叫びと願いに応えて、体を健やかにし、心を癒し、霊を解放し、問題に対する明確な解決を与え、導きをはっきりと示してください。こじれている人間関係を溶かして、和解させ、一つにし、お仕事を祝福し、学業を祝福してください。主イエスキリストの御名によって、心と体を癒されよ。イエスキリストによって病の霊、病の力、その人の力出ていけ。脳梗塞の後遺症をイエス様って目指る、完全に癒されよ。恐れよ、その人の力消えてなくなれ。胸の圧迫、イエス基礎って目指る、その人の力出ていけ。胃がん、大腸がん、水道がん、喉のがん、肺がん、また腫瘍ポリープ、イエス基礎って目指る、聖霊の力と十字架の血潮の血を腹によって焼き尽くします。イエス様って命ずる、消えてなくなれ。水道から、胃から、喉から、肺から、大腸から、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。完全に癒してください。完全に癒してください。お願いいたします。卵巣に触れてください。そこにある全ての腫瘍をイエス様って命ずる、完全に消えてなくなれ。癒されよ、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 癒されよ。キリストですなってみてる、癒されよ。ありがとうございます。感謝いたします。そのどうぞお仕事の事柄に関して、神様がその人は今一生懸命祈ってことがあります。このことに答えてくださり、具体的に手を伸ばして明確な答えを出してください。お願いいたします。願ってる進路があります。この願ってる進路に必ず行くことができるように、神様豊かに導いてください。ある方はこの願ってる進路は御心なので、なんかすごい平安が来るので、その道に進みなさい。である方は祈ってて、なんか今一つ平安が来ない方は、あなたにとってもっと最善の場所が用意されているので、神に聞きなさい。私はあなたにはっきり教えます。それはあなたがそんなの無理だと思っているところですが、無理ではありません。私が語るとき、それを受け取るとき、あなたの前に道が開けてくる。自分にはそれは無理だと思っていますが、無理ではありません。私がその恵みを開こうとしております。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。